こんにちは、えぬき商店です。今日はですね、ちょっと外で工事してますので、いろんな工事音とか入るかもしれませんが、ご了承ください。今日はですね、ゴードン&マクファイルのコニサーズチョイスカリラ2004年をご紹介いたします。こちらはですね、世界で最も有名な瓶詰め、独立の瓶詰め業者、ゴードン&マクファイル社のコニサーズチョイスというシリーズがありまして、そのシリーズの旧シリーズのものになります。で、こちらね、ゴードン&マクファイルはそれぞれの蒸留所には独自の個性や味わいがあって、他の蒸留所では決して生産することができないっていう信念がございまして、それでいろんな蒸留所からウイスキーを買い集めて、で閉鎖した蒸留所とかね、一時的に休業している蒸留所とかからもこうウイスキーを買い取って熟成を重ねてボトリングしている業者さんでございます。で、こちらのね、カリラの2004年なんですけれども、2004年の蒸留になるのかな。で、2016年にボトリングされまして、絶妙な加水と樽熟によって実にバランスの良いカリラに仕上げられていますというね、コメントがございますので、そういう仕様でございます。でね、こちら、サンプルをいただきまして、私飲んでまいりました。で、素人なんですけれども、ちょっとね、感想をご紹介したいと思います。私ね、ウイスキーってあまり飲んでないんですよ。ラフライグとか、あとマッカランとか、この前タリスカ飲んだのかな、それぐらいしか飲んでないんですけれども、それぐらいのね、貧弱な中でこちらカリラ飲んでみました。カリラ自身は初めてで、初め飲んだ時ね、めっちゃ辛いってむせちゃって、常温のストレートで飲んだんですよ。むせちゃって辛かったんですよね。で、タリスカだけがずっと辛いと思ってたので、まさかカリラが辛いと思ってなくって、正直びっくりしまして。で、味わいというか、ボディ自体は結構軽いので、飲みやすいかなという感じはあります。あるんですが、なんだろうな、その軽さのボディがこう喉を通っていくと同時に、香りがまたすごいこう、爆発。浮いたような、なんかね、ちょっと香りとボディのその分かれ方というか、なんだろう、その不思議な感じみたいなコメントにならないな、そんな感じがあったんですね。で、ストレートでちょっと、もう、香りだけがこう先走る感じ、印象があったんですね。なので、氷を入れてロックにして飲んだら、まあちょっと飲みやすいかなと思いまして、ちょっと飲みやすくなって、それでもやっぱりなんかこう香りがね、暴れてる感じがあって、それで炭酸で割りまして、ソーダ割りにするとね、かなり美味しいなという印象になりました。カリラはですね、初心者向けのピーティーなね、ウイスキーとも言われてるんですけれども、ボディ自体は軽いのでね、確かに飲みやすいんです。で、香りもスモーキーさとかピーティーさがあるんですけれども、そんなね、ラフロイグみたいに強くなくって、そういう意味では、とっつきやすさでは飲みやすいのかなと印象があります。後味、そういえばちょっとなんか酸っぱい印象があったな、なんか、こういうもんなのかなという印象なんですけど、もうね、テイスティングできる人があったら、このフルーツのなんとかの香りとか言うんでしょうね。もう、語彙が貧弱でごめんなさい。初心者の方は、飲みやすいのかなという印象はあるんですけど、個人的にはですね、本当個人的にですよ。個人的にはラフロイグのね、セレクトがね、ラフロイグシリーズの中でも割と軽めなんですね。そっちの方が美味しいなと思った次第です。ただし、あちらの方は香りの具合はもう、ワンピースのね、スモーカー大佐みたいに、ガーって口から出る感じなので、煙が苦手な人はちょっと苦手かもしれないですね。なんか参考になるんだかならないんだか、飲んだ感想でございました。はい。ではですね、オフィシャルとかからね、リリース、されてるテイスティングノートをご紹介して終わりましょう。香りがですね、固めなスモーキーさ、肉らしさ、ライトカラメルグレーズ。味がスモーキーで豊かさ、果樹園の果物やライムの皮。
フィニッシュがピート、新鮮なマンゴーとグリーンアップルということでございます。またね、カリラが好きな方、こちらの方飲んでみていただければなと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。